どうもラムチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はこんなキャラクターを作ってみました。見てください。シバですね、すべてのステータス値が999です。結構時間かかりました。でスキルはこんな感じ。おそらく奈落のマスクはなくても、異常状態にはかからないと思うんですけども、まあ、一応念のため入れてるっていう感じですね。今日はこの最強のシバを使いまして一修羅に挑みたいと思います。では行きましょう。多分楽勝。それでは行きましょう。いじってるのはシバのみですね。主人公もちょっと最強にしてみようかなと思ったんですけども、主人公は、キャラ変ができないので常にいる状態じゃないですか。それちょっと面白くなくなるかなっていうことで、キャラ変ができるシバを上げてます。相当強いのよ。むちゃくちゃ強い。何が強いかって、まあ、攻撃力はもちろんのことなんだけども、防御力だね。ダメージ全く受けない。うん、まあ、クリティカルだったら若干受けたりするのかな。まあまあとりあえず行きましょう。行かないか。でも大丈夫。まずはピクシーやりたいよね。オッケー、ナイス。これでオッケー。そのまんまいけるかな、このターンで。シールとね、うっとうしいので、まずは、いやー、ギリ残るな、これ。ギリギリ残るなぁ。うん。OK。ナイス。いい感じ。あ、間違えた。何してんの最悪、オートとかしてた。オートとかした。まあまあいいか。空風鈴がね結構めんどくさいんだよな。なのでまずこいつを落とす。落とせないか。サンダーバー入れ、いや入れんでいい、入れんでいい。うん、いやまず落としたい。うん、空風鈴はまず落としたいんで、なんとかしましょう。いや落とせるね。 OK。 よし、あいつはねほんと面倒なので落としときたい。うん、 OK。 でここでもうどんどん戦っていこうかな。やば、危ね、危なやられるわけにはいかない。ああそうか、ギルル持ってくるの忘れた。グルル準備してきました。で、HP 半分まで来ましたね。ここで入れてあげればいいでしょ。 OK。 でもで、ここはちょっとこれか。 OK。 でもで、ターンだわ。いや、違う、マダンだ。 OK。 で、ここはこれで OK ね。いいんじゃないっすか。で、ステアップ入れてグルルでもラスタキャンディを入れる。完璧。はい、阻止できたでしょう。阻止できてないじゃん。あ、技封じが入らないとダメなんだ。そういうことね。あ、なるほど。まあまあグルルはまあいいとしよう。うん、いい感じだ。回復とかをねしっかりしてあげないといけないっていうのがね、この難しさですよ。いや回復使われたけども、もういいや。行こう、これで。
オッケー。で持って、芝もちょっと回復したいけどね。するか。MP かなり重要だから。オッケー。レカジャとか本当にね、嫌なんだよね。でもすぐに復帰できるから大丈夫でしょう。ラストキャンディを使っとけ。でマダンでクリティカル確実に当てて OK で回復を入れていこう。あ、いいんじゃないですか。うっそ、めちゃくちゃ嫌なやつ。本当にすげえ嫌なやつ。ね、まあ、とりあえずここはこれでいいでしょ。でもって、トールの弱点はこれか。OK。でシュラをとにかくダメージ与えていかなきゃいけないんで、これで OK でしょう。期間芝には攻撃は効きません。 OK。 できればこの雑魚たちをこのまんまで行きたい。 OK。 いいんじゃないですか。回復はいらんね。回復はいらないので、いや変な技は使わんとこう。ダメージちょっとでも与えていって、あミスったグルルでスキル使うの忘れてた。まあいいか、なんとかしよう。 OK。 いや全然余裕だ、全然余裕で、ここでこれだよ。 OK。 いい感じめちゃいい感じ。OK ね。はい、あと2ターンぐらいでなんか倒せそうな気がします。もうこれやめて。でもすぐ復帰できるからいいか。いや待て、ラストキャンディ入れずにこれでいこう。 OK。衝撃、んで雷か。よし倒した。いやーもうちょいまあ次で倒せますよ。もう嫌なやつ。はい、もう勝ちですね。でグルグでもブラスターキャンディ入れて、はい、おしまいです。はい、
ということで今日はステータスがすべて999の芝を使っていきました、攻撃力はもちろんのこと、防御力が高すぎますのでダメージを全く受けませんし、即死もそう簡単には入らないと思います。はい、めちゃくちゃ強いんですけども、このキャラがいるとちょっと面白みがなくなる可能性があります。うん、敵のレベルが150になって、それのハードモードだったらば、まあこれぐらいでもいいかもしれないですけども、通常モードだったらすごくぬるくなりますので注意してください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。